ですね、その代表の兄さんモデルのシングレットのご紹介です。でですよ、これに関してはいっぱい喋ることあるんだけど、はい、まずこれはオフィシャルもちろんライセンスプロダクトなんだけども、ブランドがアナミスラグビーっていうブランドになってます、はい、でお気づきの方いるかもしれませんが、この前ね試合したサマーの子はキャストっていう違うブランドでやってました。で前も話しましたが、いろんな事情があって、試合で着るラグビージャージとこれをマーチャンダイズが別のブランドになっています。でこれは別に変なことではなくて契約の問題なのでいいんですけども、あの別に偽物とかそういうことではありませんので、それはご安心くださいね。でまず、日本で試合があったじゃないですか、はい、であの 日の試合に向けて、マーチャンダイス要はグッズがないっていうサモア協会があったので、うん、で私たちが日本にいるので販売も手伝うよ助けるよということで、こちらのグッズを得るのがあのこれもね、はい、含めて作りましょう、じゃあ作るのはアラミスラグビーさんですよってことで、インドの会社アルミサルギさんが作った、はい、オフィシャルマーチャンダイスグッズとなっております。ここだけの話だけど、作る段階においてもはや、デザインを相談されてました。えということで、まずこのアルトさんね、はい、これでかいですよね、はい、でまさかの背中何ですか。アサヒビア入ってるんですよ。アサヒビア日本だし、はい、スポンサーなんだって。そのまあ、どのレベルのスポンサーじゃないけど、はい、なんでロゴちゃんと入れて作りましょうということでなりましたね、はい、でもだ、前も言ったがトンガサモアとかに関してはかなり協会の方もあの運営が大変なんですよ、うん、実は裏話だとこれサモアさんは今回日本で3回ぐらい試合する予定だったんだよ。えもう直前って去年の秋ぐらいだったかな。そんなにできないと。そうお金がない、お金そう滞在費がないから1試合しかできないよってなった時にやばくねってなって、うん、今現在の状態になってる。結局最終的には北海道の一戦しかないっていう現状だったんだけど、裏を知ってる僕たちはですね、まあいい分かった方助けてやるよということでですね、あのグッズを全部引き受けて販売をしているのは現状なんです、はい、アラミスラグビーさんはしっかり作ってるんだけど、洗濯タグとか、はいはいはい、メールインタグとか、うん、蘇生タグとか、そういうのないかったりするんです。いいですね、はい、で紙のタグとかもついてないんですよ。けれども入ってるビニールとかすげえかっこいいんですよ。その全部含めた上のオフィシャルマーチャンダイスのグッズを販売してるんですよ。ぜひですね、あのサモア大好きって方はですね、皆様にご協力をいただきたいという、うん、これです。私が言ったあの無駄に素晴らしい袋すごいクオリティが高いんだよ。お前言うのすでもうで S は着けるじゃん。最後に言うかったら S 海外サイズなんでちょっと大きめですよ、はい、であともちろんシングレットの伸びるんで、ぜひですね見ていただきたいのと、ちょっと助けてやるかって方はですね、ぜひですねあの買っていただきたいな。今回は買ってください動画になっちゃった。ただ一つだけ最後言いますね、はい、もしかしたら返す可能性もあるのよ、うん、そうすると急に在庫なくなるからね。確かに。そうすると急に激レア商品になる。そういうのを狙う人たちはぜひですね、うん、買ってください。今日ご紹介したのはこちらのサモア代表の兄さんモデルのシングレットですよね。こちらシングレットなんですね、はい、下の方に見てみてください。では